静岡市葵区天満町に来ています。午後5時ごろは帰宅する人の姿の方が多かったんですが、現在は仮装している人の姿の方が多く見られ、この場所大変にぎわいを見せています。そして先ほど仮装している方にお話を伺ったんですが、どこかみんなでお店に行くわけではなく、このような中心市街地に集まって雰囲気を楽しみに来ているということでした。現在信号が渡れないほどの混雑はありませんが、この信号を渡った東急スクエアから松坂屋に向かうこの通りですね、この通りは集団をかき分けないとまっすぐ進めないほどの混雑になっています。そのため引き続き警察官が厳重な警戒に当たっているんですが、この場所以外にも範囲を広げて警戒に当たっているということで、パトカーや白バイによる巡回も増えてきました。この後中心市街地にはさらに多くの人が集まると予想されます。十分に注意して楽しんでいただきたいと思います。以上、中継でした。